今ですね、原宿のキディランドに来ているわけなんですけれども、皆さん、ついにね、ゴジラの特設コーナーができております。予告編も今流れてますけれども、シンゴジラが大好評、誰がね、見てもみんなすごい、僕まだ見てないんですけれども、すごい、感動、素晴らしい、その声しか聞かないんですよ、ちょっとね、はい、はい、はい、ということでですね、僕の隣にいるのがですね、なんかこちら、こんにちは、フォトドクターボックのタグロです。どうもどうも。いや、いやすごい。いや、僕たちも、ね、あの今日あのゴジラツアーボリューム2、うん、新宿ボリューム2公開しますけれども、うん、なんかね、あの時はまだシンゴジラどういうものか全く分かってなかったわけですから、これがですね、まあシンゴジラのフィギュアとぬいぐるみですね。やっぱこの赤い尻尾と赤い皮膚、これそうね、やっぱ赤っていうのが今回ポイントかな。あ、やっぱポイントだったんです、はい、あのやっぱ神楽さんはさすがもうゴジラ見られるということですか、はい、どこでした感想はズバリ。あの1954年のね、公開のゴジラをオマージュした素晴らしい作品になってますので、ぜひそれを一度見てから劇場に足を運ぶと、いろんなところに発見があるかもしれません。なるほど、早く、うん、ぜひ皆さんお越しください。あの原宿のキディランド3階です。ゴジラの特設コーナー、このね、スターウォーズギャラクシーの隣にありますので、皆さんぜひお越しいただければと思います。ではまた皆さん次回お会いしましょう。